STU48 のすだちでキュン。ではすだキュン反省会です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のゲストは石田千穂さんです。千穂ちゃん、ありがとうございました。どうでした？ありがとうございました。本当に楽しかったです。なんか女子会みたいでした。うん、よかった。うん、楽しかった。嬉しいね、まひちゃん。なんか巣に近かった気がする。めっちゃ巣に近かったと思う。本当ですか？うん、なんかリラックス効果のあるお二人と。よかった。あった、リラックス効果めっちゃありました。こういろいろね、いっぱい飾ったよね。ね、STU の番組もあると思いますが、うん、ラジオもその中でも緩い方ですか？でもダントツ1位。ダントツ1位いただきました。やったー。やったね。そうか、あのこれからは、あの今からはここだけのちょっと秘密の話をしていこうと思うんですが、まひちゃん、禁断のね、千穂ちゃん、禁断のそれぞれのこうお互いしか知らない秘密とか暴露話、うん、から教えてください。枕話、お互いさ、第一印象どう思ってた？あ、確かに第一印象は、うん、すごい髪長かったじゃん。長かったね、私。で、高校生だったじゃん、うん、私、その当初中学生とかだったので、うん、すごいもう JK の、うん、もう綺麗なお姉さんっていうイメージ。あー、そうだったんだ。怖くなかった？いや、怖くなかったと思う。うん、よかったね、怖くなくて。いつもね、怖いって言われるからさ。あ、そうなんだね。ね、キシエとか、怖、初め怖いと思ってましたけど。全然怖くないのにね、まひちゃん。うん、怖くない。うん、よかった。まひちゃんから千穂ちゃんの印象はどうですか？え、千穂ちゃんなんか、うん、私と交わらないと思って、思ってた。共通点がなかったってこと？そうだね、なんか、なんだろう、なんか自分的にはあんまり思わないけど、いや、私が思うのか、私的には思うけど、ファンの方はそう思ってないかもしれないけど、うん、なんか似てるとこあるなって思うんですよ。なんか、え、わかる。メンバーのグループの中の立ち位置っていうか、うん、全然違うんだけど、多分私たちだけわかってるかもしれない、うん、感じてるから仲良くなれないかなと思って。あ、逆に、うん、あ、似てるから。そう、うん、わかる。うん、どういう時に感じる？なんか感じるのは、うん、踊ってて間違えても、なんて言うんでしょう、なんか間違えても、うん、これが正解な感じにしたら、うん、いいやってしたの。あ、私は。わかるわかるわかる。絶対これが正解みたいなのを、うん、別になくていいやって思ってるタイプで、まひちゃんもちょっとそうかなって思った。似てるなってちょっと思う。私も公演の時に、うん、なんかこう何人かでお話ししたりとか、うん、MC の時とかに喋ってること、うん、結構周りからしたらさ、何言ってるのって思われること多い。思われる、思われるよね。でも私、千穂ちゃんが言ってることめっちゃわかるの。私、まひちゃんが言ってることわかるよ。だから多分、分かってるんだと思う。一緒なんだと思う。すごい。私なんか、うん、いろんなメンバーに見せる顔と、うん、一番仲良しの子だけに見せる顔がお互いある気がする。全然違う。うん、そうなんだ。うん、なんか素なんだけど、それみんなに見せてるの嘘とかじゃなくて、うん、違いすぎるんだよね。そうなの、出せる人には、うん、あ、なんとなくでも分かるかも。それをまひちゃんに関しては分かるかも、私は。うんうん、多分それだよね。うん、なるほどね。同じだから分かる、何か感じる何かみたいなのがずっとあるなと思ってて、うん、へえ、で、そういう印象なんだね、うん、そう。で、こう、お互いしか知らない秘密みたいなものってありますか？なんかあるの？でも、二人で時間をなんか共にするみたいな、あんまりないんですよ。プライベート二人でどっか行くこともないし。お前、キャッチボールしてなかった？あ、したしたじゃんしたじゃんしたしたした。でも、私がキャッチボール練習してて、うん、まひちゃんが野球好きでキャッチボールも上手なイメージがあったので、うん、誘ってキャッチボールしてもらいました。なんかね、私、うん、あんまりこう SNS で
やりとりとかあんまりしないんだけど、唯一2回だけあって、うん、2回だけなんかそのやりとり、2回じゃないの。まあ2、3回あって、そのうちのなんか1回はなんかイモースの出演してくれますかっていう、イモステレビの出演してくれますかっていう、テレビの企画だったってこと？もう電話と、なんか急に、ナスちゃん、今どこにいるみたいな。キャッチボールしようみたいな。え？唐突すぎる連絡が来た。急に？その日に？そうそうそう。そうで、何時からするのって言ったら、なんか今から1時間後くらいのね、レベルだったよね。そうなんだ。マヒちゃんはドーナツを買ってきてくれました。なんかあれだよね、イベントの、そう、振り返りお話し会っていうのを一人でしてて、うんうん、でその休憩時間、前の、うん、その前の時間からにキャッチボール練習しようってなって、マヒちゃんを誘いました。そうなるほど。なんか一時期千穂ちゃんがめちゃくちゃアップしてるなっていう時期がありましたよね。そう、あの時期に。そっかそっか、はい。そうです。したすごかった、めっちゃ上手だったマヒちゃん、嬉しい。でもチョウちゃんもなんかもうすでに結構何回も練習してて、うん、投球フォームがきれかった。そう、フォームだけは褒められるどんなフォームですか？うん、こう、あ、うんうん、大きく振り返ってリズムがあるシュッ、うん、すごい、ちゃんとこう振りかぶって投げる方式なんですね。はい、めっちゃちゃんとしてた。へえ、マヒちゃんあのマイグローブ持って？そう、マイグローブ持って。しかもなんか、野球に詳しいスタッフさんが、なんか、いい、うん、あとなんかファンの人からも、まひちゃんのグローブいいね、みたいな。いいやつだ、みたいな言ってた。そうそうそう。なんか、自分のマイグローブを持つのずっと憧れがあって。あ、そうだよね。でもなんかこう、中途半端な、うん、偽物か本物かわかんないみたいなグローブは持ちたくなくて、持つならちゃんとした、なんかグローブを持ちたいっていうのがあったから、うん、そうですね、ちゃんとしたグローブです。そっか、それで、はい、あのボール取りたいんだよね、野球で、うん、試合でね。ああ、あるね、飛んできたやつ、ね、そうそうそう、あれをキャッチしたいそうですね、まひちゃん。フライが好きなんです。ドライブ？ドライブじゃない、フライ。フライフライ、こういう高いね。そうそう、ちゃん投げれるようになってもらって。確かに高い。あ、確かに高い球投げたらまた新しくできるね。うん、遠くてもね。うん、確かに。じゃあ本当にほとんどプライベートではあまり遊ばないんだ。はい、そうだね。二人では遊ばない。そうだね。うん、4人くらいなら、うん。あ、そっかそっか。なるほどね。はい、え、千穂ちゃんは何してることが多いんですか、プライベート。そうですね。でもカラオケによく行きます。そうなん。そうだよね。アニソンめっちゃ歌うよね。そう？あれ違うっけ？あ、でも、まひちゃんと行った時に歌ってたよね。ちほちゃん歌ったらこんな感じなんだと思って。なんか、私はダンスのイメージも結構あったんだけど、うんうん、歌もうまいし、ほんと？そう、なんか、ちほちゃんって感じの歌を。あ、でも確かに。え、どんな曲歌うんですか？何歌うんだろう。奥花子さん。あ、歌う。うん。奥花子さんっていう。あ、奥花子さん。うん、わかるわかる。バラード、うん、結構バラードなんですね。うん、バラードが好きです。一人でもカラオケ行くんですか？一人で行くのが好きで。あ、へー、そうなの。一人で行けない系女子ではないんだ。全もうどこでも一人で行けない。いいね。そう、めっちゃいい。今日とかの感じ、こういう日、こういう日のお仕事帰りとかも、うん、早く終わったら 1,2 時間一人で行って帰ります。へえ、それストレス発散とか。もうストレス発散。あ、そうなんだ。へえ、いいね、うん、いいね、面白いね。まひちゃんは一人で時間があったら何してるの？一人で、え、でもなんかちょっとこう高めのあの場所から人を見下ろすのが好き。え、わかる。なんかビルのとこからなんかこう人間観察したりとか。あ、ちょっとだからなんか、うんうん、高3階にある飲み物屋さんから、うんうん、そう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 、座ってあの人どこ行くんだろうなとか、うん、なんか家に帰ったらなんかこうなんかしようと思ったこともしなかったりとか、うん、カフェとかだったらなんかこう集中してできたりとかするから、うんうん、そっかそっか。じゃあ、 あの広島でいうとこう本通りとかが見下ろせる場所の、うん、あの面してるカフェとかから人を見てるんだ。うん、見てる。へえ、面白い。それぞれちほちゃんは見てるかもしれないね。怖い。そうだね見られてるかもしれない気をつけよう
気をつけてください。まあ、今年ね、あの最初のメンバーゲストでしたが、千穂ちゃん、はい、今年の目標最後に教えてもらってもいいですか。はい、今年はそうですね、ST48 でもっといろんな番組に出させてもらえるように頑張りたいと思います。うん、頑張りましょう。はい、はい、ということで今日のゲストは ST48 石田千穂さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後はあのポーズで決めましょう。はい、教えてあげてください。はい、左手がスタッチ、右手がキュンキュン、せーの、もしちゃんお願いします。スタッチでキュン、キュン、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。